肉体の冠は、ジャック・ベッケル監督による1952年のフランスの犯罪映画。娼婦のマリーは、大工のマンダと出会い、恋に落ちる。マリーの恋人であるギャングのロランは、カフェで親しくしているマリーとマンダの姿を見て嫉妬する。後日、酒場で決闘を繰り広げた末、マンダはロランを刺し殺してしまう。マリーとマンダは街を離れる。田舎でマリーと 平穏な日々を過ごしていたマンダは、親友のレイモンが、ロラン殺害の容疑で逮捕されたことを知る。それは、マリーに好意を寄せるギャングの首領のルカが仕組んだ罠で、あるが、マンダは警察への自書を余儀なくされる。マリーの助力により護送車から脱走したマンダは、警察官たちの見守る中、ルカを射殺する。二件の殺人を犯した罪により、マンダに死刑の判決が下される。 マリーは断頭台にかけられるマンダの姿を無言で見つめるのであった。ロッテントマトズでは12件のレビューで支持率は100%、平均値は8.5点だった。柴山美希夫はベッケルがメルビルともブレッソンとも異なる独特なタッチの繊細な犯罪映画を確立したと指摘している。青山正春は本作について20歳の野暮な私に 人生の神秘を垣間見せてくれた究極の粋な映画と語っている。1953年、下の主にれが本作で英国アカデミー賞の最優秀外国女優賞を受賞した。三島幸夫は導入部のシーンから親分、ルカの家あたりまでの巧みな描写を人を酔わせると賛美し、難聴の良い効果を出しているカメラワークや役者たちの演技を高評価しながらも、 後半の演出については、以下のような辛口のコメントをしている。ベッケル監督は通俗的な山場を作り、迫力を出したつもりでいて、そういうところは、かえって甘いし、まじい。この映画も後半の累積は単調で、ラストに至って、せっかく行案に光る、断頭台の歯に市場を見せながら、死刑囚の引っ張られてくるところをつまみつたり、 女があひそめのダンスを思い出したりするところで終わりにしているのは、カンツタルイダ族と言うべきである。三島由紀を、現代のすねる、肉体の冠を見て、ありがとうございます。